観音寺は、長崎県津島市豊与町小砂にある臨済州、南禅寺派の寺。造高50.5センチメートル。結果不座する観音菩薩像である。右手を胸の辺に上げ、左手は腹前に手のひらを上にして構え、両手とも第三子を屈する。宝田草を高く湯上げ、両肩に垂れ髪を表す。両字部の耳、胸部や膝部に表された、 洋楽、両脚部の複雑に表された絵文の扱いなどの煩雑な表現に、高麗時代の中期から末期にかけての特色が見られる。像内に納入されていたケチ塩分に、天略3年2月に、海神羅30数名の発願によって造立されたと、あり、14世紀の朝鮮半島で制作された仏像であると考えられている。ケチ塩分には、コマ国瑞州。 浮石寺と記されているため、かつては同時に安置されていたものと考えられる。観音寺に安置されるようになった経緯は不明。ただし、神保国家である駒が仏教を保護したのに対し、儒教を国教とした朝鮮王朝は仏教を弾圧するようになり、仏像も没収、破壊が繰り返されていたため、朝鮮人にとって価値が低下した仏像を仏教を、 信仰する津島の日本人が交易の中で手に入れたものではないかと日本側は見ている。一方、韓国、東国大学の名誉教授は1370年頃に和光が銅像を略奪したとの論文を発表している。2012年10月9日、東南にあっていたことが判明。8日夕方以降に盗まれたと見られている。2013年1月に、 韓国人の男らが逮捕された。同じ津島市にある渡爪神社の銅像如来立像やタグスタマ神社の大蔵経も盗んでおり、韓国内で売り裁こうとしていた。浮石寺の神徒会は、この仏像はもともと浮石寺にあったものを日本が不当に強奪したのだと主張し、観音寺ではなく浮石寺に返すよう求めている。ただし、 和光に略奪された根拠となる文献等については、仏像を失った時に思い出すのが悲しいので捨てたと主張している。また、日本に対しても、韓国は日本に仏教や仏像を伝えました。それなのに、日本人は寺を燃やし仏像を奪っていきました。過去の歴史を日本は認める姿勢はあるのかということです。返還してほしければ、 逆奪ではなく、友好的に送られたことを日本側が証明すべきだと主張している。2017年7月5日、浮石寺の園牛住職は、日本では韓国が盗んだものを返していないと言われているが、そうではない。盗んだ人は逮捕され、処罰された。それで、窃盗事件は終わった。として、事件の解決を宣言した。千島市では、市の人口の 約半数の16,803人分の仏像の早期返還を求める署名が集まり、2018年1月25日、観音寺は韓国政府に仏像の早期返還を働きかけるよう求める要望書を外務省や県などに送付した。その一方で、日本の朝日新聞は韓国に盗まれた仏像を日韓の共有財産とすることでの解決を求めている。 ありがとうございます。